皆さんおはようございます。パクセレンです。ここは JR 四国予算線、予算上駅、ただいまの時刻は朝の6時を少し回ったところということで、人影は非常にまばらです。そして今回はここからとある特急列車を皆さんにご紹介していきたいと思います。この予算上駅には、岡山から松山へ向かう特急塩風と、高松から松山へ向かう特急石槌の2つの特急列車がやってくることになっており、ちょうど改札正面1番乗り場には、そんな特急列車2つの列車で使われるはずの車両が止まっておりますが、しかしこの列車は石槌でも塩風でもありません。発車表には、特急モーニングエクスプレス高松6時43分発高松行きというなかなか普段では見ることができない列車名が表示されております。そう、実はですね、この特急モーニングエクスプレス高松号、動画のタイトルにもあるように、早朝に1日1本だけこの伊予西条から高松に向かって運転されている、そんな非常に珍しい特急列車なんですよね。このモーニングエクスプレス高松号、まあもちろんね、列車名の通り朝の時間帯にしか運転されていない列車ということで、まあ通常の特急潮風や特急石寿司と比べると圧倒的に違う点がいくつかあります。今回はこの特急モーニングエクスプレス高松号をこの伊予西条から終点の高松まで乗り通しながら、この列車が運転されている意味、それからこの列車ならではの特徴などについて皆さんにご紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。この特急モーニングエクスプレス高松号は JR 四国の振り子式特急車両8000系5両編成で運転されます。今度この8000系も2度目のリニューアルを受けるということで、この塗装が見られるのもあとわずかの期間、今のうちにたくさん見ておきたいですね。高松側の先頭車はこんな感じで六角形になっているのが特徴的です。この先にさらに高松より3両連結する場合がありますので、その場合に備えて高松側の先頭車はああいう風な貫通型になっているんですね。さあ、時刻通り6時43分に伊予西条の駅を出発。すぐ隣には四国鉄道文化館といって、まあ、ゼロ系新幹線とか昔この辺りで使われていたディーゼル機関車、まあ、あとは新幹線と在来線を行き来することができるフリーゲージトレインという不思議な車両などが展示されています。まあ、四国の鉄道博物館的な立ち位置ですかね。そろそろ車内放送も流れるでしょう。駅の発車表でも車掌さんの案内放送でも、この列車は特急モーニングエクスプレス号高松行きです、この列車は特急モーニングエクスプレス高松号です、そういった案内は確かにあったんですが、しかしモーニングエクスプレス2号ですとか、モーニングエクスプレス1号ですとか、そういった案内は一切ありませんでした。昔はこのモーニングエクスプレスと対照的に深夜の時間帯に高松からやってくる特急ミッドナイトエクスプレス高松という列車が運転されていたんですけれども、これがコロナの影響で需要が減少しているということで、今から2年ぐらい前に廃止になっております。そのため現在運転されているこのなんとかエクスプレスなんとか号っていうのは、このモーニングエクスプレス高松と、それから次の停車駅新居浜より松山に向かって運転される特急モーニングエクスプレス松山、この2本だけになっています。昔のね、そのミッドナイトエクスプレス号もそれはそれはすごくて、特急列車でありながらこの予算線の終点を務める、そんな不思議な特急列車でした。車内はこんな感じでガラガラです。まあ今日休日なんでね、平日であれば通勤通学のサラリーマン、それから学生の皆さんで大変に混雑するんでしょうけれども、まあ、やっぱり始発の伊予西条を出発したばかりだからということもあると思いますが、こんな感じで非常にガラガラになっています。さあ、列車はまもなく今度は新居浜に到着。駅前に東横インがありますので、大きな駅だとすぐにわかります。この新居浜からは神戸に1日1便フェリーが就航しておりまして、名前をオレンジホープというんですが、僕も実は乗ったことないんですけれども、ここからでも関西方面まで、まあ、割とまっすぐ一直線に移動することができます。といってもまあここからね、あの関西方面移動するんだったら普通に新幹線と特急乗り継ぐと思いますけど、なおこの列車は5両編成で、前から5号車4号車の順に一番後ろが1号車です。1号車の一番後ろ搬出はグリーン車になっているんですが、それ以外に関しては全て普通車。5号車と4号車はこんな感じで青色の座席となっているんですが、これがですね、4号車から3号車に移ると一気にこの内装がガラッと変わります。こういう風に床はフローリングって言っていいのかな、こういう風に木目調になっていて、また車内もですね、先ほどまでとは明らかに異なっています。こんな感じ、4号車と5号車が青色のモケットなのに対し、こちらはオレンジ色のモケットが採用されていて、明らかにこちらの方がグレードが高そうに見えますが、実際にこちらグレードが高くなっておりまして、現在僕がおります3号車と2号車、それから1号車の搬出、まあ今3号車自由席になってるんですけれども、ここは本来であれば特急潮風号の指定席として取り扱われる車両になっています。
潮風号の場合は1号車の搬出がグリーン車、そして1号車の残った半分と2号車、3号車が指定席、4号車と5号車が自由席ということになっておりますので、指定席と自由席が基本的にぐっちゃぐちゃになるということはあまりありません。そのためこういうふうに指定席と自由席で座席にグレードの差を設けて、そして差別化を図っているわけですね。しかしこの列車ではこういうふうに本来であれば指定席として使われるはずの車両もこんな感じで自由席扱いとなっておりますので、まああまりこの列車に乗っているという人でわざわざね自由席特急券持って4号車とか5号車に乗ってくる人は、まああまり多くないんじゃないかなと思います。だってこっちの座席の方が快適なんですからね。僕もねこの青色のモケットとオレンジ色のモケット両方座りましたけど、まあ、なんとなくですけどね、個人的にはこのオレンジ色のモケットの座席の方が快適だなと思います。あちらは S シートと呼ばれておりまして、まあ、JR 北海道でいうところの U シートみたいなちょっと追加料金払えば少し豪華な座席に座れますよ的な立ち位置の座席だと思われます。ただこの列車の指定席は1号車搬出のグリーン車と残った1号車の搬出及び2号車の普通車指定席、3号車、4号車、5号車は自由席ということになっておりまして、このうち3号車は本来であれば指定席扱いされる車両ですから、指定席特急料金を払わずに本来であれば指定席として使われる車両に座れる、まあ、そういうちょっと面白い列車でもあります。列車は伊予三島駅に到着。この辺りからはいよいよ学生さんの利用が目立ってくるようになります。この辺りは普通列車の本数があまりにも少なく使い物にならないので、追加料金を払って特急列車で通学をする高校生中学生っていうのが結構多いんですよね。まあ、おそらくここから県境を越えて観音寺とか境で、まあ、もしかしたら高松の方まで通学してる人もいるのかな。伊予三島からずっと高松まで普通列車で通学しようとすると相当時間かかりますけど、特急列車だったら1時間もかかりませんからね。わざわざ特急列車用の定期券を買って通学する人も少なくないのかもしれません。そしてここでレンガ積みのかなり古そうなトンネルに入りますが、列車はここで愛媛県から、はい、こちら香川県に入りました。この短いトンネルが愛媛県と香川県の県境なんですよね。だいたいこういうねトンネルを伴う県境越えっていうのはだいたいどこもそうなんですけど、特に上越国境とかわかりやすいですけどね、非常に長いトンネルを伴ったり険しい勾配を作ったりしながら越えていくのが一般的なんですが、もうここに関してはもう香川県入ったんだみたいな感じでね、まあ、あっけなく県境越えが完成されてしまいます。そしてここでまた駅を通過。香川県内に入るとこんな感じで進行方向左側にはところどころこの瀬戸内海の風景を楽しむことができるようになります。また列車は一つ駅に到着。駅前には小型の三越がありますが、ここが観音寺です。観音寺は高松にいると1時間に1回ぐらいはその名前を聞くんじゃないでしょうか。高松からやってくる普通列車の観音寺止まりっていうのが結構多いですからね。観音寺と読んでしまいそうになるんですが、観音様のお寺と書いて観音寺と読みます。この観音寺から先がいよいよ高松の通勤圏になってくるようなところでして、特に3号車の自由席扱いになっている普通車指定席 S シートなんかは特にこの時間帯お客さんが増えてくるんじゃないでしょうか。観音寺を出発するといよいよここで海のすぐキワキワのところを走っていきます。いやーこれがいいんですよね。予算線の旅をしているなという実感が湧きます。予算線は高松からずっとこの香川県と愛媛県の瀬戸内海沿岸を通って松山、さらにその先最終的には宇和島の方までつながっているんですが、この辺りの景色が個人的にはね一番素晴らしいと思います。まあ、津波が来たら一発で終わりそうなこんな海のキワキワのところを攻めるように走っていくわけですけれども、通勤通学の車内からこんな感じで美しい海を見られるっていうのはこれは正直羨ましいですね。僕いつも学校行くときだいたい片道1時間ぐらい電車乗ってますけど、こんな綺麗な海なんか見えませんから、まあそれでも通勤通学で毎日のように使っていればそのうち見慣れて飽きてくるんだろうと思いますけど、でもやっぱりたまにはこういう美しい景色を見ながらの通学っていうのもやってみたいもんですね。列車はまもなく多度津駅に到着。ここで高知方面からやってきた土山線と合流します。この土山線は多度津から途中四国山地をぶっちぎって高知、さらにその先太平洋側に沿って走り久保川というところまでを結んでいる四国の重要路線。岡山から瀬戸大橋を渡って特急南風号が1日に何号も直通してくるほか、高松からも1日に数は少ないものの特急四万十号という列車が運転されております。この土山線には週末限定ではありますが特急サンライズ出雲号も延長運転で琴平まで乗り入れてきており、それはそれは特急列車の車種も豊富な区間で、この土山線と合流するこの多津駅でこの特急モーニングエクスプレス高松号は奇妙な接続を見せます。ここで隣のホームに停車しているこのアンパンマンラッピングの列車は高知からやってきた特急南風2号の岡山行き4両編成です。ここで伊予山以上から岡山方面と
高知から高松方面それぞれの相互連絡をすることができるようになっているんですが、通常であれば先を急いでいるのは新幹線連絡を担っているはずの特急南風号です。しかし南風ではなくこのモーニングエクスプレスの方が先発して、そして先にこの先丸亀宇多津の順に停車していくんですね。でこの先丸亀宇多津に関してはモーニングエクスプレスとそれから南風2号が間隔を短く詰めながら数分間隔で走っていくような区間、この区間がやっぱり一番四国の路線の中では過密なんじゃないかなと思います。もう宇多津とそれから多度津の間ね、でここで松山方面に向かう列車、高知方面に向かう列車、岡山方面に向かう列車、高松徳島方面に向かう列車、この4方向の列車が一気にギュッと凝縮されるわけですから、この辺りはさすがに線路複線ということで、四国島内でも特に列車本数が多い区間となっています。まあ、岡山から高松に向かう快速マリンライナーはこの区間走りませんが、しかしそれをさっぴいたとしてもこの辺りの列車本数の多さは四国の中ではピカイチです。多度津、丸亀と停車し、次の停車駅宇多津に到着。この宇多津で岡山方面と高松方面の線路が分かれることになります。この辺りは特急列車が停車するべき大きな駅が結構たくさんありますからね。次の停車駅境でも宇多津の一つお隣ということで、この辺りは特急列車の停車駅ラッシュ。もしもこの辺りに四国新幹線を通すとなったらどこに停車駅を設ければいいのか僕もよくわかりません。さすがにこれら4つの駅全部に新幹線の駅を置いたら新幹線である意味がなくなってしまいますので、さすがにそういうことはないと思いますが、しかしそれでもそれだけこの辺りには多くの需要があるということ。あとは本州方面と四国島内連絡のその結節点という役割もね、特に多度津と宇多津に関しては持たされておりますので、おそらくはそういった乗り換えの需要も考慮しての停車もあるのかもしれません。列車はここで宇多津駅を出発で、ここでこの真ん中の線路2本高架橋をさらに上上がっていくのが瀬戸橋線を渡って岡山方面へ向かう路線、後からやってくるアンパンマン柄の特急南風2号はこの真ん中の2本の線路を走ることになります。一方僕が乗車しているこの列車は当然ですが瀬戸橋を渡ることはないので、ここで大きく右カーブ、瀬戸橋方面の線路が左カーブをするのに対し、そこから一気に離れていくように高松を目指します。そしてここで高松からやってきた特急石槌1号とすれ違い、通常であればこの8000系を使った特急潮風石槌号は5両編成の列車が潮風、そして3両編成の列車が石槌となるのが一般的なんですが、この朝一番の潮風石槌1号に関しては5両編成の石槌と3両編成の潮風ということで編成が逆転しています。そんな潮風石槌1号と現在乗車中のモーニングエクスプレス高松は実は非常に密接な関係にある特急列車なんですよね。まあ、詳しくは以前石槌1号を単体で動画にしておりますので、そこの中で言及してるからご覧いただきたいと思うんですが、ともかく列車はここで岡山方面からの瀬戸橋線の線路と合流します。この線路を使ってやってくるのが皆さんご存知快速マリンライナーと寝台特急サンライズ瀬戸号。サンライズに乗っているとね、この区間で大きく列車が揺れますが、それは松山方面からやってきた線路と合流しているから。その先最後の途中停車駅境でを出発して次が終点の高松です。この区間特に予算線はマリンライナーなど非常に多くの誘導列車が運転されている関係で線形が非常に良く、予算線は全体的にそうなんですけどね、この区間も最高時速130キロでぶっ飛ばしていきます。本当に楽しいところです。列車はまもなく終点の高松駅に到着。この高松駅は函館駅や上野駅地平ホームのような東端式の構造になっていますが、これはかつて瀬戸大橋ができる前、この高松と対岸にある岡山県の宇野の間、国鉄及び JR 四国が運行していた宇高連絡線に乗り換えるためのものです。このホームの先頭まで行って改札を通過し、そしてそのままテクテク歩けば岡山宇野駅の連絡線が出港しておりましたから、乗り換えがしやすいようにこういう風な東端式の構造になっているわけですね。なおこの日は土休日ダイヤだったので自由席は3号車、4号車、5号車の3両だけでしたが、これが平日ダイヤになりますと自由席は2号車から5号車までの4両になります。つまりそれだけこの列車を通勤特急として利用している人が多いということ。この
四国に限らず地方ではね、特急列車を通勤通学で利用している人が少なからずいますが、この四国でもわざわざね、こういう通勤通学のお客さんしか乗らないような列車をわざわざ設定して、それでこういう風にお客さんをたくさん運んでいるわけですから、本当に頭が下がります。四国の場合は特急列車を使った通勤通学が松山や高松といった都市圏の周辺でもそれなりにありますので、こういった列車の運転は非常に有意義なんだろうと思います。お客さんもどんどんホーム上に解き放たれていきますが、こんなにお客さん乗ってたのか、週末ダイヤでもその需要の大きさには驚かされました。ということで今回は早朝時間帯に片道1本だけ運転される特急列車、 JR 四国特急モーニングエクスプレス高松号についてのご紹介でした。まずはちょっとね早いですけれども、皆さんも興味があればぜひ乗ってみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。